Ini saya buka dulu ya, Minasang. Hai, selamat datang di Discussion Table Jakarta Communication Club. Hari Jumat, sekarang tanggal 31 ya. Jadi akhir Mei, seperti biasa. Jadi untuk topik kali ini yaitu free topic. Nah, mungkin dari Minasang sudah ada nih persiapan-persiapan tentang free topic untuk diskusi hari ini. Mungkin dari Sonia Sang, ada topik yang mau dibahas tentang hari ini? Iya, topik ini naik desu kedo. Sorry, shimashita. Iya, 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 desu desu. Desu desu. Iya, iya. Nani wo junbi shite nai kedo. Watashi wa Jakarta, Jogja ni sunde imasu kara, nanka Jakarta ni omoshiroi koto ga arimasu ka? Nanka iroiro na news mite imasu kedo. Nanka iroiro na issue toka ne, hanashi ga arimasu ne. Jakarta sunde imasu. Hari yang sang dah jadi situ ne. Oh, saya sang. Oh, refresh sini. Kyo, kino wa, MRT wa, tahu beritanya nggak MRT kemarin ada masalah. Jadi banyak yang apa tertunda gitu perjalanannya. Ya. Itu gara-gara ada satu puing atau bangunan yang apa rubuh gitu. Jadi MRT kemarin di stop dari jam berapa ya? Dari sore ya, dari sore itu sempat tutup dan banyak orang-orang yang terlantar di sana gitu. Jadi macet banget kemarin. Mungkin ada yang tahu beritanya? Privasinya kayaknya tadi tahu ya beritanya. Sono new issue. Hai, jiko deh, jiko ga atta desu ka? MRT、地下鉄のちょっと外側、ちょっとすみません、何でしたっけ？地下鉄の道路、線路、線路にちょっとada apa sih itu ya? Ada hampir-hampir jatuh besi-besi. Ya, itu. Apa sih? Kere. Senro no yoko ni tetsu ka nanika ga chotto ko taore kakete itte, sono sei de chotto daiya ga midareta っていう感じ。でも、どこの MRT ですか？下の MRT ですか？上にある MRT ですか？上、本当にちょうど JCC の近くの MRT は上にありますよね、線路が。そのちょっと上にある線路で何か鉄か何かがちょっと倒れかけていて、その上でしばらく MRT が止まって、ちょっと時間割が狂って結構帰れなくなった人がいたそうです。なんか大丈夫でしたか？なんか怪我している人がいましたか？怪我はなかったです。なかった。ないですね。でも その車とかバスとかその人々がちょっとマッチョスカリーやけど、あ、渋滞になります。だね。昨日でしたっけ？昨日。はい、kemarin。その先。mungkin tabu apa beritanya mungkin ada belum ada kali。ツイッターで見ました。そのニュースじゃなくて。ツイッターで写真撮ってる人がここで知りました。MRT。ありました、ありました。今見つけました。DOI の、はい。今。大変ですね。怖い。写真も多分あるので見つけたら。ですね。それから他の話なんかシェアしたい話がありますか？さん、はい、有吉さん、有吉さんとか有吉さん、はい、昔は2010年とか日本に、
国際のイニシティブがありますね。プレミアムフライデーとか。はい。私の質問は、これはいいイニシアティブですね。なんか会社員たちが、ボレコラのビッチパー、とか、なんか楽しみにかな。はい。でも、どうして失敗ですか？プレミアムフライデーは。日本でか、アリオさん。はい、日本で。多分、日本一、2017です。2017。はい。ちょっと待って。はい、多分、日本人から、その問題が、ある、答えますか？多分、小川さんとか、会社さんとか、フライデーがどうしてなくでなっすね。たかですね。すいません、それは労働仕組みですか？なんか会社員が早く帰れるっていうことですか？はい、そうです。そんな仕組みあるんだ。信じられなかった。2017年？Tahun はい。berapa ya, Arisan tadi? はい、これ。2月24日、2017。プレミアムフライデーは今もあるのかとか、なかったらどうしてやめたのかという質問ですかね。はい、そうです、リーファ先生。日本人の方々どうでしょプレミアムフライデーっていうんですね。ビッグフライデーと、まあ、金曜日に残業しないで帰りましょうっていうのは、ずいぶん昔から日本の企業でやっていたんですけど、もうなくなったんですかね。ちょっとわからなかったんですけど、日本の会社は仕事をしすぎるので、金曜日は、金曜日はフリーズですあ、多分、フリーズしていますね、今。ね。はい。小川さん、レイショーさんとか、もしレイか。ショーさんは、はい。プレミアムフライデーのことを知っていますか？私は初めて聞きましたけど。プレミアムフライデーは、ちょうどそうですね、2017でしたっけ。そのぐらいの時に、なんだ、政府がプロモーションじゃないですけど、したけど、ここ数年は全然聞かないですね。プレミアムフライデーって言葉自体。小川さん戻ってきました。すみません。いや、そうですね。聞かないですね。なんか、いくら金曜日に残業するのをやめようって言っても、残業するからですかね、日本人が。そう、あんまり聞かなくなりましたね。私の主人も金曜だから早く帰ってくるということはないですね。なるほどね。はい。なんですけど、コロナのせいでちょっと止まってたっていう情報があります。コロナでちょっとプレミアムフライデーの話がちょっと上がらなくなって、それでなんか2023年に経済産業省のプレミアムフライデー関連の公式サイトがなぜか閉鎖されて、それ以降ちょっと話題に上がらなくなったそうで。いや、全然気づきませんでした。なんか、なくなったとも思わなかったし。ただ、そうですね。コルビット19でもう、働き方が変わったので、そうですね。残業とかじゃなくて、家で働くか、会社に行くかっていうのをしてたので、そうですね。あんまり残業のこと言わなくなったかもしれませんね。
でも、いずれにしても日本人は仕事が好きなので、やめろって言われないと残業してしまうかもしれませんね。でも、どうでしょう。レイショウさんの若い人たちは残業しないで、もう5時で仕事終わって、あとは自分の好きなことをするのかもしれません。うちの主人は残業させてくださいっていうぐらい仕事が好きです。どうですか、レッソさん。確かに、もう若い人は、仕事とプライベート、ね、プライベート、仕事よりもプライベートを優先したいから、なんか、ね、仕事を変えたりとか、ワークライフバランス、仕事も楽しんで、プライベートも楽しむっていうのを、まあ、なんていうかな、大切にしてる人多いですね。うん。仕事しすぎないっていう。なるほど。はい、ありがとうございます、レッソさん、アガさん。ハマチさんはどうですか？プレミアムフライデーと思いで、どうですか？遅刻してすいません。プレミアムフライデー？はい、そうです。プレミアムフライデーって何ですか？あ、なんか金曜日にほら、残業しないようにっていうふうに。金曜日だけ？金曜日だけですね。まあ、プレミアムフライデーが正式名称かもしれないけど、私たちビッグフライデーとか言ってました。金曜日は残業しないで帰りましょう。あれ、浜地さん知らない？知らない。あ、baru-baru ini kali ya, jadi mungkin 浜地さん belum tahu. Hai, arigatou gozaimasu. すいません、 Hario さん bagaimana dari tanggapan Ogawa さんと Reisho さん、どう？面白いパースペクティブがあります、うん。なんか若い者たちはワークライフバランスはそれは一番大切なものですね、今のは。うん、今のでも、bukan semua, tapi orang-orang yang lebih tua, なんかメンタリティはちょっと違うね。メンタリティはちょっと違う。ありがとうございます、レイショウさん、小川さんと浜地さん。はい、なるほど。ありがとうございます。ハルヤさん。他にはどうですか？はい、リーファ先生、どうぞ。はい。皆さんに聞きたいのですが、中学、高校生の時、部活は何をしていましたか？あと、インドネシアと日本で部活のシステムがあるので、例えば1週間に何回練習したとか、大会があったとかもできれば教えてほしいです。おお。じゃあ、ソニアさん、どうですか？まあ、中学校の時ね、私が、なんていうかな、パスキブラ、参加しました。実は多分日本にないんですね、バスケ部っていう部活が。バスケ部はないんですけど。確か。ああ、そうそう、ちょっとないですね。はい。みたいな。そうそう、ハッカーを、はい。こう、ないですね、バスケ部。で、高校の時に、私がマーチンバンに参加しました、という部活で、週に2回、ぐらい、練習しました。で、一番面白かったのは、インドネシアの独立記念日の時に、うん、こう、宮殿、イスタナ宮殿で、うん、こう、私たちがちゃんとマーチンベンしました。やりました。で、大統領とかいろんな大臣とか。で、で、帰った時にちゃんと宮殿からイスタナからグディバッグもらいました。で、それ本当にまあ、生徒として嬉しかった。本当にこう、すごかったと思います。まあ、多分
それかな。あ、もう一人ベンダーですね。私。はい、一先生。そう、私は中を小学校の時、マーチングバンド、マーチングバンドチームに入りました。それから中学生の時はちょっと真面目になって、キエル、キエルは日本語で、なんか研究部活みたいな感じで、そこに入って、科学研究部、科学部。ああ、それで。科学部？科学部？それを入りました。で、いろいろななんかトーナメントを参加しました。でも、ジャカルタのエリアだけで、まだまだ。それから、高校生はいろいろな部活参加しました。バレーボールとか、ダンスチームも入りました。チルリーダー、チルリーダーに入りました。チルリーダー？そうですよ。あの時はまだ小さかったですから、ダンスができました。今は無理です。なるほど。はい、他にはどう？はい、リファーさん。私も実は中学、高校の時マーチングバンドじゃないんですけど、パーカッション部に入っていました。パーカッションなどでも、部員が全員打楽器使って、ドラムだけじゃなくて、木琴、高校の時は結構モダンで木琴とかドラムを使ってたんですけど、中学は、ゴミ箱とか、シロップの、瓶とかを使って、それでもういろんなゴミを使ってパーカッションしていました。あとは、そうですね、練習は、基本的に1週間に1回だけど、パフォーマンスがあるときとか、大会が近いときは、もう毎日のときもありました。あと、私も一先生みたいに、もういろんな部活に入ってました。メインはパーカッションなんですけど、高校のときは、パーカッション以外にも、アーチェリー部に入っていて、あとは助っ人として、時々、合唱部、パドゥアンスワラに参加したり、あと、もう正式な部員じゃないんですけど、日本語の先生に頼まれて、結構日本語クラブの大会、日本に住んだことがある人は参加しちゃダメっていうルールがない大会に参加しました。でも今はもうほとんどそういうルールがあって、もう参加できるような大会はもうほぼないですね。メインはパーカッションでした。どうやらしてありがとうございます。はい、私は SMP 中国、中学や SMP 中国は多分私はスポーツがたくさん色入ってスポーツSMP, SMP は PMR とか Pramuka とか PMR 多分itu その小さいな。そして高校生はスポーツに入ってバレーボールとかバドミントンとサッカーとピンポンはもう入ってます。その今からもバドミントンとかバレーボールがもう練習しています。昔はトーナメントはもっとよく参加した。でもちょっと一回だけ satu kali saja beberapa kali ikut turnamen tapi cuma satu kali menang itu saja. Jadi demo watashi wa akirame nai do ima wa atto
bulan Juli, bulan Juli mo ano sangkas te ano bari baru ga ano tournament ga arimas demo ai ano kyo kara ato made ano sono renshu wa ano moto moto gambarimas ano doakan saya ya minasan gambare ありがとうございます。頑張っておじさん。ありがとうございます。皆さん。はい、多分日本人は昔はどうですか。エスコレ、エストラコリコルと、apakah ada bukatsu はありますか。どうですか。昔国生とか小川さんどうですか。まあ昔の話なんで。そうですね、私の時は部活動は中学校も高校もみんなやってました。盛んでした。アクティブでした。私は中学校はリコーダー笛のパック部活、笛リコーダー部に入っていて、高校はダンスをダンス部に入っていましたが、今はどうですか、レイショーさん。今私の娘を見ていると、本当に中学生は部活をしている時間がなくて、塾に行かなければいけないので。ただ、部活動をしないと、高校に入るときにプラスがつかないので、みんなどこかの部活動には所属してました。でもなんか本当にそうですね、中学校で高校をまたテストを受けなければいけない場合は、中学校は部活動よりも本当に勉強忙しかったですね。でなんか必ず参加しなくても部活に入らなきゃいけなかったので、いろいろ参加しなくても大丈夫な部活動というのがありました。園芸部とか花の世話をするとかね。そういうところは本当に何も部活動はしたくないんだけど、でも高校に入るために部活動に入らないとポイントがつかないからっていう子たちが園芸部に入ってました。あとはちょっと今の話は霊翔さんに聞いていただいて。いや、どうですか。いや、僕より知恵さん、今カメラを押してますけど、田中千恵さん、今現役なんで、中高生。部活は皆さん入ってますか？高校の今ちょっとあんま分からないんですけど、中学校の時は、部活、でも部活入ってる人はめちゃめちゃ多くいました、周りの人は。結構スポーツの人結構多かったかな。スポーツの部活動に入ってる人がめっちゃ多かったです。なんか、バドミントンもそうだし、ソフトテニスも入ってたし、ラグビーも入ってる人たくさんいて、入ってない人の方が少なかったんじゃないか。中学校の時は。なんか学校によっては、なんか、絶対入りなさいみたいなとこもあるかもしれないですね。どうなんだろう、ちょっとそこは分からないんですけど、なんかでも入ってる人の方が多いです。うちの子供の時も入るのが当たり前みたいな感じでした。で、うちの子は野球部だったので、それはもう一生懸命やってましたけど、なんか中学はなんか入るのが当たり前な感じでしたよ。いちさん、ごめんなさい、どうぞ。だけど私が聞きたいことなのは、インドネシアでなんかパスティブラ入ると、おーすごいですねみたいな感じ。日本にはなんかこの部活を入ると、おーすごいですね、ありますか？その部活入ると、この子はすごいですねみたいな。そうそうそう、そうですね、先生。インドネシアは、はい、すみません。はい、パスティブラはインドネシアの独立準備
独立記念、インドネシアは毎年あの独立記念の日はあの宮殿であの国旗掲揚の式があるんですけど、その式、国旗掲揚隊ってインドネシア各地、あもうな各州から一人国旗掲揚部の、選別に受かった子たちが集まってやるんです。だから、宮殿に行きたい人が、国旗掲揚部に入って、それでたくさん練習して、の選別に選ばれて、宮殿で、その県の州の代表として選ばれるのがすごいっていう、というのがあるので、パスキブラに入っている人って、わーって、すごいって、結構、憧れの部活みたいなポジションなんです、インドネシアでは。日本でそういう感じのポジションの部活って何でしょうか？ないですね。ないです。ないです。特に、どれでもみんな、偉いねっていう感じだよね。なんか特別それだけが偉いわけじゃなくて、どれでも頑張ればっていう感じじゃないですか。まあでも、あれですよね。国旗掲揚部は本当に特別な部ですよね。でもそういうのは日本ではないですね。その部活の中でとっても優秀な人は、どこの部活でも関係なく優秀な人はすごいって言われますけど、ここの部、例えばそういう野球部とかテニス部とかに入ったから、ああ、すごい、ここの人たちすごいねっていうのはないです。そしてなんか国のその行事に参加できるというようなつながりの部活動は日本にはないです。国旗掲揚は独立記念の時にね、うんうん、見てて、あれは一人ずつ選ばれるんですね。それは素晴らしいと思います。何か。なるほど。インドネシア人はその本当に違いますよね。昔は PMR、私 PMR プラムがそのかっこいいじゃないかな。そして私は僕は最初はスポーツだけ、そのスポーツはバレーボールとかバドミントン、あ、すごいな、かっこいいですよね。その女の人が、かっこいい、かっこいい、かっこいいって、じゃあ私は入ってね、その私はかっこいいね、かっこいい、でも入ってとき、かっこいいはない。でも、kalau tidak、karena di Indonesia kan jarang ada yang skala nasional ya. Sementara kalau di Jepang banyak yang skala nasional. Nah, Indonesia、ね、日本では結構全国大会があるんですけど、インドネシアで学生が参加する全国大会みたいなのが。Hampir gak ada gak ya kayaknya yang skala nasional? Iya. Mungkin kalau nasional ada sih sebenarnya, tapi gak sampai, ya mungkin Sugaku Kurabu deh. Oh ini ya OSN ya? Iya. mungkin itu maksud itu saja sih. Jadi ちょっと違いますよね。すごいな日本。日本の部活動は全部、どの部活も大体全国大会がありますね。はい。あります。どれも、スポーツも、そうじゃない、音楽とかも。あります。だから、どの部活ではなくて、そこの全国大会で1位、優勝だったら、かっこいいっていうのはあるんですけど、そこの部活がかっこいいというのはないですね。ルネは趣味だけですね。ホビーだけですね。趣味ですね。すごいですね。ただちょっと違うのは本当に高校に入るために部活は、やっぱりこの私、うちのあたりは、千葉とか東京はみんなそのために部活に入らなければいけないので、入りたくなくても。ちょっと、それはどうかなって私も思います。入りたい人だけでいいじゃないって。私は覚えてます。大学の時に私の友達が大体高校からもすでに、例えば野球選手になりましたとか、で、奨学金もらって、で、大学に入れました。だから、
ちゃんと。で、多分、毎日かな。あの先生もだってが、毎日毎日野球をなんか練習したりとか、すごい、あとは水泳とかも、毎日毎日で、あの、大学に、大学の中にプールがあるんじゃないですか。で、私は選手じゃないから、で、入ってもいいんですか？いや、ダメ、選手だけです。と言われました。で、だからすごい、あのメリットが、あの、なんていうかな、選手として日本でこう、そういうメリットがたくさんもらって、で、あの、な普通の大学生よりなんか違いますっていう。だから、もう彼らがもう高校からすでに選手になりましたっていう感じかな。ちょっとインドネシアと違います。そうですね、部活動とかで大学に入った人はもう大学の勉強はせずにそのスポーツとか してますね。ずっと4年間野球だけ、あのテストはあんまりそんなに勉強しなくてもいいとか、ね、特待生ですよね。そうですね、特別ですね。なるほど。はい、じゃあ皆さん、kan lagi seru ya, tapi jika nggak mau terki, ano mungkin nanti di free topic berikutnya atau mungkin minggu depan ya kita bisa bahas lagi minasang, dan mungkin mudah-mudahan besok minggu depan juga kayak Kristensen bisa datang untuk hadir di discussion table untuk minggu depan ya minasang. Hai, jadi ano discussion table Jakarta Communication Club, Pokomadedes, Oscar Swadesta, arigatou gozaimashita. Hai, hai, sumasen minasang. Raishu no topic wa hal-hal pernikahan yang baru. Sono apa nih? Imatoki no kekonski desu. Imatoki no kekonski desu. はい、じゃあ皆さんディスカッションタイプここまでです。お疲れ様でした。さよなら。お疲れ様。お疲れ様でした。さよなら。さよなら。また来週皆さん。来週。